はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。テーマクロニクルイベント、皆さん楽しんでいらっしゃいますか。クソデッキ製造工場長のルイです。さあ本日なんですが、テーマクロニクルイベント、めちゃくちゃみんな高校取ってきません？あの高校マンキルやっぱ結構効率いいんで、みんな結構高校取ってくるんですよ。ギャラクシーアイズとか、だからパラディオンがなんか自分がやってる感覚では結構多かったなっていうイメージがありまして、あのじゃあね、逆にね、先行くれるんだったら、もう先行でクソゲー仕掛けたらと思って、今回ですね、テーマクロニクルイベントのレギュレーションでも一切規制が入っていないザ・ワールドという最強のモンスターと、代行者、これを使って、手札1枚からザ・ワールドを爆誕させ、ターンをスキップしていく、このギミック、ぶち込んでいこうと思っております。絶対相手先行くれるから、じゃあターンスキップすればよくねって、まあ、先行ワンキルみたいなもんですね、実質。はい。で、まあこのザワールドさんね、どういう効果持ってるかっていうと、まあこれ何回も動画にしてるんで知ってる人も多いかなと思うんですけども、まあ召喚判定召喚特殊な成功者にコイントスをして、で表だったら自分のエンドフェーズに、自分のモンスターを2体墓地を食って次の相手ターンをスキップするっていうガチでやばい効果あるんですね。まあ表にするコインを表にするカードはいくつか入ってて、テラフォーミング、光の結界、セカンドチャンス、まあ、セカンドチャンス確定じゃないけど、まあ、これがなくても、まあ、最悪自分で表にすればいいから、まあ、50% ですよ、表になる確率は。まあ、50% はそう、ギャンブラーにとって 50% は 100% 近いということで、こちらのザ・ワールドを、使ってターンをスキップしていくギミック、なんとこれ手札1枚から確定するんですね。まあ、動かし方見ていただければ分かるんですけども、デクレラ・ディバイナー、または、代行者・ヴィーナス、または、ネプチューンと、アースの2枚が揃っている、まあ、この手札であれば決まります。はい、絶対にその確定でアルカナ・フォース21ザ・ワールドまで出ます。はい、まあ、動かし方は、ね、ご覧いただければと思うんですが、だから結構成功確率が高いんですね。はい、このギミック。というわけで、先行与えてきた相手を、まあ、甘えてんなということで、ターンスキップして分からせていきたいというふうに思っております。テーマクロニクルのイベントの答え、見つけちゃいました。デュエル、スタンバイ。誘発そんな入ってないと思うんだよな、これ。これはね、初動に寄りすぎて、まあ、ハカーナールが強いね。あ、裏が増字がやったら弾けるね。とりあえずデクレーラ・ディバイナ召喚。で、ディバイナ効果。いや、意外とね、なんかね、まくり系のカード、うわ、なんかあるな。あの、まくり系のカードを入れてる人って、魔法カードが結構多いから、あー、裏だね、オッケー。裏ら、これ別にいいな。裏ら投げられても、そんなに困らないな。裏らはいいや。で、とりあえずネプチューンからの増殖する G にはハカーナをぶち込んでいくスタイルでいきましょう。あ、ないですね。なるほど。あとは無限紅葉とかエフェクトベーラーなんだけど、さあ、ビギナスの効果発動するぞ。うらら1枚ぐらいだったら貫通するぞ。OK? で、ビギナス効果。よし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 、展開取る。あとはまあ、無限紅葉、エフェクトベーラー、ニビルみたいなカードなんですけど、いや、さすがに入ってないっしょ。あのね、自ら高校渡してくるやつ、そんな言って、多分なんかあとなんかそのライトニングストームとかサンダーボルトとかあの怪獣とかああいうの結構入ってる人多いんですけど、とりあえず一旦ねムーンを出してムーンの効果を使いまして、これちょっと結構上振れてるんですけども、ヒュペリオン落として、でヒュペリオン効果発動してネプチューンジョってからこうして、で効果で天空持ってくる。これコイン自分で持って出していくしかねえや。運命力をかましていくしかねえな。おい、いくぜ。リンク召喚スレスティアルナイトロードパーシアス、さらに一回マスター出そう。ここと、ここで、マスター、フリア、ヒュペリオン出していく。はい。そして、マスターの効果を発動していくか、いや、一回、サスキに天空の聖域か。これ、もう、ぶっちゃけ、このロリーいらねえな。このロリーしてればいいか。墓穴は一応取っとくか。もう、たぶん、なんもねえけど、相手。で、アルカナフォース21ザ・ワールドを手札に加えていく。そしてマスターフレアヒュプリオンの効果、マスターフレアヒュプリオンの効果によって、あ、やべえ、破壊抜いたんだった、やべえ。
やべ、ちょっと待って、やべ、これ展開に使われたことは破壊抜いたの忘れてた。え、これなんとかなるかな。本当？これでもロードパーシアス素材じゃねえや、墓地送んなきゃいけないな。これあれか、大丈夫かなこれ。ちょっと待って、破壊抜いたの忘れてたけど、ユニオンキャリア出して、で、ロードパーシアスの効果を発動、転移速を除外して、一応ザワールドのコインさえ当たればいける。コインの表が出る確率は 50%。 50% はそう、 100% だ。 50% は 100%。 うおーよーし、とりあえずまずは第一関門クリア。そしてそして、自分のモンスターにイーバを装備して、はい、でこれで俺はこれでターンエンド。ザワールドの効果、フィールドのモンスターを2体墓地送り、お前のターンをスキップする、ずっと俺のターンの今の効果を発動。今の効果によって自分の墓地の転移速をゲームから除外した数だけ敵からレベル2以下の転移速モンスターを手札に加えることができる。ディバイナーを1個持ってきたらいけ、マスターフリアいけんな。で、一応こっちやな、ネプチューン。いやでもなんか打点用意できそうだな、こんだけサーチできりゃ。さあかかってこい、俺のターン。あぶーてきちゃった、ずっと俺のターン。ターン来なかったね、高校まくりしようと思ったらね、ターン来なかったね、かわいそうに。で、とりあえずヒエラルキーを墓地送っていく。なんとかなるな、これ大丈夫だわ。破壊の代行者やっぱいらねえよ、これ破壊の代行者とかいうモンスターいらねえ。一体をリリースして、そしてとりあえずヒエラルキーを特殊召喚、リリースされたデクレラディバイナーの効果を発動。これもう一回2体用意できますから、もしこれで削れなくてももう一回ターンスキップすればいいからね。もう一回タイスキップすればいいっていう話はある。そしてレベル9のトリアスヒアラルキーにレベル1のブーテンをチューニング、進化の召喚、マスターフレアヒペリオン。そして自分の墓地に存在するマジェスティヒペリオンのモンスター効果、自分の墓地の、代行者をゲームから除外し、自身を特殊召喚。はい、発生いっちゃったね、バトルフェイズ。残念だったね。神ゲー。なるほど、抹殺あんのは強そうでございますな。全部引いちゃってっけどな俺、まあ、とりあえずデクレラディバイナー召喚から動いて、どうしよっかな。これうららって言われても止めるしかないけど、止めるしかないね。あー、うららね。あー、オッケー、了解です。無限保養とうららはね、一応抹殺で止めれますけど、増殖する G バカ重いですね、この後の。さあ、とりあえず抹殺の指名者によって春うららとかいう、やべ、なんかもう一枚なんかあるな。無限保養だったら多分打ってると思うんだよな。無限保養ではない、増殖かな、増殖する G な気がするな。で、とりあえずトリアスヒエラルキアを墓地送っていく。で、トリアスヒエラルキアの効果を発動、自分のフィールド上のレグラルディバイナーをリリースし、自身を特殊召喚。だー、いやもう行くしかねえ、行くしかねえ、コイン表出しゃいいんだろ。いや言うてそんな強い誘発入ってないだろ相手、そんなに。もうね、自分から高校渡してくるやつ言うて多分、魔法カード多いと思うんだよな、あのライトニングストームとか怪獣とかそういう系の、なんかその先行では使えないカード多いと思うんだよな。先行アンケルするときって増殖する G 突っ張するじゃないですか、それと一緒です。理論はもう行くしかねえ、止まるんじゃねえぞ、行け、マスターフレアヒペリオン。そしてマスターフレアヒペリオンのモンスター効果を発動。あ、これちなみに動かし方は、まあ、どこまでいけるか分かんないんだけど、創造の代行者ヴィーナスにアクセスできさえすれば同じ展開ができるんで、あの本当これしかやんない展開なんで大丈夫です、そうやってもらえば。で、まあ、創造の代行者ヴィーナスになったマスタークリアヒュペリオンの効果でめちゃくちゃカードをドローしていくと、あ、ドローじゃねえや、弾をめっちゃ出していくと、で相手はめっちゃドローしていくと。で、ですね、まずは先にユニオンキャリア出しますと、
はい、いやこの辺で無限法要って言われたら結構きついんだけどね。普通に増殖する時激重で、ユニオンキャリア効果を発動、フィールドのモンスターにカードを装備するぜ。いいわ装備。そして、弾と弾でリンク召喚現れろ。なんだっけこいつ、ムーン代行者のこの絵、ムーン効果を発動する、チェーン1をだから、イーバーにしなきゃいけない。イーバー、からのムーンマジェスティいるからあんま何でもいいとか。これでもとりあえずネプチューンを持ってくるのは、イーバーでいいから、これでネプチューン持ってきて、はい、ねえ精霊持ってくると、オッケー。ねえネプチューン効果頼むぞ。無限法要は引かないでくれ。いやまあちゃんと誘発いっぱい入ってるデッキだとね、ちょっと貫通するの厳しいんですけど、いや意外とみんな入ってない読みしてんだよ俺デッキ的に。なんか結構魔法カード多い印象なんだよね。割と先行取ってるとなんかライトニングストームとかサンダーボルトとかめっちゃ飛んでくんだけど、なんかあんまり誘発打たれない感じするんだけど、みんなどう？これはもう本当に環境がわからないからいつもと全然違うからさ、あれなんだけど、こことここでなんか全然飛んでこないね。え、ここまで通ってくれたらいけるぞ。あと何枚だ？1枚2枚、あと、あ、違う3枚か。これ合わせたら行くしかないな。もうあと2枚、あと2枚、耐えろ。でリンクリボーにしてよし行け結界もセカンドチャンスもねえけど行くしかねえ。ゲームから天使とご紹介し、アラロアルカドボス21ザワールド時を止まれ。うおー当然聖地これが俺様のファンサービスだ。よくもそんなカードいっぱい引いてくれやがってバカ誰が。さあおしろだ、アルカナフォース21ザワールドの効果を発動。フィールドのモンスターを2体墓地送り、相手のターンを完全にスキップする。ずっと俺のターンはは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 あのセレスティアルとロードパーシアスの効果を使って、手札何でも切って、モンスター持ってこれるんで、これで生き物を用意できるんで2体なんで、これで8点です。何でもいいんだけどこれめちゃめちゃ相手引いたけど、やっぱ魔法カード今多分サンダーボルトとかめっちゃ持ってんだろうな相手。わかんねえけど、ライトニングストームとか怪獣とか違うかな、まあ、パラディオンとかあのギャラクシーアイスとかはそういうカード結構入ってる印象あるんですけど、残念だったね。そんなにいっぱい引いたけどターンが来なかったら関係ないね。カードを使うのはターンが来ないと使えないんだよ。カード割れすぎ、カード割れすぎ、カード割れすぎカード割れすぎ、いけー、コインは当然正規さん、うおーだーくそったれ、いけおらコインは当然スイッチザワールド時が止まらない